はい、どうも、中島です。今日は、クリック率と正読率を最大化するリンクの使い分け方というテーマでお話をしていきます。まず、このテーマを選んだ理由ですね。まあ、リンクっていうのは、記事中でもすごくよく使われます。例えば、テキストリンク、ブログカード、ボタンリンクのようなものですね。よく使われるんですけど、リンクの使い分け方がめちゃくちゃ適当な人が多いんですよ。なんとなく、内部リンクは全部ブログカードにしているとか、あと僕のところによく届く質問で、 どのリンクを使うのがクリック率が高くなりますかっていう3択の質問をしてくる人も多いんですけどこういうのはダメですリンクの使い分け方っていうのは基本的にケースバイケースで最適なものを選ぶ必要があるのでどのリンクを使うのが一番いいっていうのが決まってるわけではありません僕は2005年から15年間アフィリエイトをしていてアフィリエイトでそれなりの結果を残すことができました ASP とか航空代理店でも3年以上働いていたので他の人よりもアフィリエイトの裏側みたいなところもよく知っていますそんな僕が今回はクリック率と 制度区率を最大化するリンクの使い分け方を解説していきますウェブ業界に転職したい阿部がウェブ業界で働く中地にウェブ業界のリアルな雰囲気を聞く TV ですさっきも言ったんですけどリンクの使い分け方ってものすごい重要なんですよそれはクリック率とか制度区率に大きく影響するからです今回はブログの記事でよく使われるテキストリンクブログカードボタンリンクの3つの使い分け方を紹介していきます まず、テキストリンクについてなんですけど、基本的にはテキストリンクを使うことをお勧めします。それはテキストリンクが、クリック率が高いからですね。テキストリンクは文章中に馴染ませることができます。文章中に馴染ませることができるっていうことは、読者の視線を止めないっていうメリットがあります。読者の視線を止めないっていうことは、自然に記事を上から下まで読めるので、制読率も上がります。テキストリンクの色は青色を使うようにしてください。青色を使う方がいいのは、検索エンジンである Yahoo とか Google が 昔からリンクを青色にしているので、一般的にリンクといえば青色って思われているからクリック率が高くなるからですね。逆にリンク以外のテキストを青くしてしまうとリンクだと勘違いされやすいので注意しましょう。リンクじゃなかったとイラっとします。目立たせたいところではブログカードを使うことをお勧めします。例えば内部リンクではブログカードを使われることがすごく多いです。ブログカードはすごく目立つので読者の視線を止めるっていう効果があります。 読者の視線を止めることでクリック率を高くできるんですけど、あまりにもブログカードを多用してしまうと、その都度読者の目線が止まってしまって、記事全体が読みにくくなるので、そこは注意が必要です。あまりブログカードを使いすぎてしまうと逆に声読率を下げてしまうので、ブログカードは多用しないことをお勧めします。ブログカードの使い時は、クリックさせたい内部リンクの時にブログカードを使うようにしてください。例えば、補足記事のような、全員がクリックする必要がない、見たい人だけが見ればいい、 内部リリリンクククでででブブロロググカカーードドをを使使うううううのはやめままましょああくまでクリッッさせるるることと制約にになががかそいいメトよ時す僕の場合はブログカードとテキストリンクを併用するようにしてます。それはブログカード単体だとブログカードがリンクだって認識できない人が多いからですね。インターネットに慣れてる人はブログカードをリンクだって思ってクリックしてくれるんですけどネットにあんまり慣れてない人だとブログカードをクリックするっていう発想がないので逆にクリック率が下がることがあります。なのでそうならないために ブログカードの上か下にテキストリンクも併用することでテキストリンクはリンクだって認識している人が多いのでクリックの取りこぼしっていうのを防ぐようにしています。隙を生じぬ二段構え 重要な外部リンクっていうのはボタンリンクを使ってください。重要な外部リンクっていうのは例えば制約につながるようなリンクですね。アフリエットサイトだったらアフリエットリンクをボタンリンクにするようなことですね。アフリエットサイトでも申し込みリンクがどこかわからない記事っていうのはすごく多いです。申し込みリンクがどこかわからないってなってしまうとそれは制約率が下がることになるので申し込みリンクっていうのははっきりとわかってもらう必要があります。特に記事の一番下にはボタンリンクを設置することをお勧めします。記事の一番下まで読んでくれている読者って というのは基本的に制約する可能性が高い読者なのでそういう読者の申し込みを取りこぼさないようにですね最後にボタンリンクを置いておくことで申し込みがここからできるっていうのが読者にも一発でわかるので取りこぼしを防ぐ効果があります読み終わった時が一番制約しやすいボタンリンクの テクニックを少し紹介しておきます。一つ目は、ボタンリンクの近くに実績を記載するっていうのをお勧めしてます。これ、最近ではマイクロコピーって言われるんですけど、10文字程度のマイクロコピーを設置するだけで、クリック率とか制約率を上げることができるので、ボタンリンクの近くにはマイクロコピーを設置することをお勧めします。例えば、訴求力の強い内容とかを書くのがおすすめです。キャンペーンの内容だったり、特別割引だったり、期間限定でやってるようなものとかは、訴求力が強いので、そういうのをマイクロコピーに書きます。今回、僕が実際に使っているマイクロコピーとボタンリンクをここ で紹介しておきますマイクロコピーで今回はいつでも解約できるっていうのを書きましたこれは定期申し込みになるので解約がいつできるのかとか解約条件とか定期縛りを気にするユーザーっていうのが多いのでそういう悩みっていうのをマイクロコピーの時点でフォローしてあげてクリックさせやすくするっていうことですねマイクロコピーは簡単に設置できるんですけどかなり効果が高いのでできる限りボタンリンクとかの近くにはマイクロコピーを置くようにしてくださいやらない理由はない もう一つですね。ボタンリンクを作り込むっていうのも僕はおすすめしています。これ実際に僕が使っていたボタンリンクです。数年前にアフィリエイトで使っていたものなので、今はもう使ってないんですけど、こういうボタンを使っていました。こういう風にマイクロコピーとか、あとは商品画像をボタンリンクの上に乗せるだけでクリック率が上がるので、 ぜひ参考にしてみてみください。こういうボタンって通販の LP では昔から使われてましたよね。今でもよく使われるんですけどこの通販 LP でよく見るようなボタンっていうのも当然アフリエットサイトで使っても効果は高いのでこういうのを参考にしてみるといいかもしれません。大手の LP からパクります。 今日のまとめですね。テキストリンクとブログカードとボタンリンクの使い分け方を解説してきました。リンクは使い分け方次第で、クリック率でも精力率も大きな差が出ます。各リンクの使い分け方なんですけど、基本的にはテキストリンクを使ってください。テキストリンクはクリック率が高くて、精力率を下げないっていうメリットがあります。 ブログカードに関しては読ませたい内部リンクはブログカードを使うことをお勧めします。ただ、全部の内部リンクをブログカードにするようなことをすると、精力率が下がるので注意しましょう。ボタンリンクはクリックさせたい重要な外部リンクで使ってください。例えば、アフィリエイトリンクなどで使えます。ボタンリンクは作り込んだりするとクリック率が高くなるので、ぜひいろんなボタンリンクを試して、クリック率を最大化してみてください。リンクの使い分け方。 を解説してきたんですけど最適なリンクを使ってクリック率を最大化できるようにぜひいろいろ工夫をしてみてください今日のアベメモですリンクはケースバイケースで使い分けるとりあえずはテキストリンク目立たせたい内部リンクはブログカードアフィリエイトリンクはボタンリンククリック率に影響するので適当はダメ ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたら高評価いただけると嬉しいです。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しているので、ぜひチャンネル登録してください。今日の動画は以上になります。ありがとうございました。